自然主義者っていうちょっときな臭いユニットをもらえるだけなんだよね。よし、やるか。はい。どうも、皆さん、タンブラーです。シビライゼーション6、日本列島建国物語、続きからやっていきたいと思います。はい、今回は210ターン目から、西暦1490年から再開していきたいと思います。はい、ということで、スキタイの首都がそろそろ陥落寸前となりました。まあ、これあくまでも自衛戦争ですからね。向こうが攻めてきた。つまり向こうが悪い。ということでね。こちらは全く悪くありません。はい。ということで、まあ、ここまでやってきましたが、まあ、いつでもね、もう戦争終わってもね、いいんですけど、まあ、もちろん向こうをね、滅ぼしたりするような気は、到底ありませんから。うん。そんな気はありませんが、ここに、この、助けを求める難民、開拓者がね、見えてしまったんですよ。やっぱこれ救出しないと。これ人道上やっぱまずいでしょ。ね、人道上。ということで、そこまではやると。いうことで、戦争をね、やっていきます。はい。じゃあこのターンはね、これで終了です。あ、あとゲドーノスもね、まあ、ゲドーノスも若干、うちからは遠いけど、まあ、もしかしたら今後ね、航空技術が発達したら、こう山を越えて、ユニットがね、攻めてくるという恐れもありますから、これも当然我が国の安全保障を十分脅かしているとね、当然言えますよね。はい。ということで、ここもね、潰してしまいたいと思います。ここ結構ね、っていうか、割と悪くないとこに、区域作ってますね。うん。ここは、いただいてもね、いいかもね。うん。はい。ということで、ターン進めていきましょう。はい。211ターン目になりました。博物学が終わりましたね。はい。で、あと、あ、港が終わったんだね。はい。港が、建設が終わったということで、ブルネイのクエストが終わりました。いいじゃないですか。いいじゃないですか。はい。大阪で港が完成しました。まあ、北海道だけどね。まあ、じゃあね。じゃあね。まあ、この辺に金使っていくのはね、どうせ発展しないから、もったないっちゃもったないんだよね。どうせって感じだもんね。まあ、気長に灯台でも作っておくかね。はい。それで、あ、そうか。あと、広域賞はね、増えたんで、広域賞はもう即座に、購入します。はい。購入して、あれ。購入したいんだよ。購入させてくれ。購入。はい、購入しまーす。はい。で、これで、ゴールド収入とか増えるからいいと。で、次。ジェームズ・ワットさん。ジェームズ・ワットさんは、次の、工場を予定地として、はい、こちらですね、静岡に回しておきます。はい、で、あと静岡の出力を少しでも上げるために、交易省を派遣。ちゃう。どうでもいい。名古屋だね。うん。はい、名古屋に派遣しますと。よし、これでまあそこそこの、あ、あとそうか、あと、この熱帯雨林切ればね、結構早く。工場完成するんじゃね ?12 ターンか。まあまあ早いですね。はい。で、次。岡山で発電所が完成しました。あ、アリーナね。アリーナ作ろう。はい。で、切って、即完成。はい。で、あとはここに鉱山作っておけば、まあ、いずれ、利用できるでしょう。ということでね。まあいいんじゃないでしょうか。はい。いいね。よし。で、アリーナができたから、ま、ぶっちゃけな。ま、アリーナがまだしかできないのか、まだ。もう快適性は余裕なので、全くこれ以上やらなくていいですね。じゃあ今のうちに、大軍団にまとめる用の、
ユニットを作っておきますかね。マスケット重兵、そうか、ここはでか、足りないのか。そうね。兵がないから、足りてないね。うんふん。プロジェクト止めてるけどな。まあいいや、後回しで。まあ欲しい、偉人が。てか次の技術って誰？ロバート。あー。いらねえな。まだ。まだいらねえな。はい。それでは、まあそうですね。軍事ユニット作っておきますかね。うん。てか、土兵そうか。そうだったわ。土兵大陸軍に合致してないでしょ、これ。産業予備近代だもんね。あー。やっちまった。やっちまったなー。やっちまったなー。やっちまったなぁ。でもな、野戦砲なぁ。まだ先だもんなぁ。しょうもないなぁ。しょうもないなぁ。まあそうね、石膏作っとくか。石膏2回作って、アップグレード用にね、石膏2回作ります。はい。で、あ、ここで、あ、発電所か。発電所を作っとくかね。はい。そして労働者がいなくなったと。うん。あ、ここあれだな。鉱山にしないと、区域の隣接ボーナスが増えないな。で、横浜意外と悪くないんだね。56.1。この不毛の地の割に、やばい出力だね。はい。で、仙台で、港ですね、当然。これは。で、あ、そう、博物学が終わったから、これで、あ、ダメかまだ。うん。ダメですね。ルネサンス？てか、マスケット重兵も機能してなくね？あ、ダメだ、大陸軍。意味なかったな。うわぁ。ダメだ。ダメじゃん。そうか。わかった。我が国の問題点一つ見えてきたな。科学力と文化力のバランスが悪い。てか、文化力が高すぎる。あまりにも。289.2 は控えめに言っても高い。うん。下手すると情報時代並みになるな。これ高すぎでしょ。ってことは、時代が進みすぎてんのか。そうだよね。全然取れないよね、まだ。共通企画とかでしょ。まあでもな、マスケット重兵3体生産しないと、わかった。じゃあ、いい。そしたらね、まあ、大陸軍つけたのは無駄だったけど、あれはミスだった。が、そんなこと言ってもしょうがないから、購入するか。購入したら前線で購入した方がいいか。わかった。じゃあ、前線を、あそこら辺落としたら、前線で、ユニットを購入するという形にしますか。はい。で、区域が1個追加できるけど、まあ、追加する必要性ないですね。あ、金庫追加できるけどな。それ、そう、これ以上13だもんね、住宅。増やさなくていいでしょ。ということで、開拓者ダッシュをかけたいけど、政策が変わってからだね。じゃあ、射石法をしますか。まあ、射石法は別に政策に関係ないんで、こういうユニットだからね。これはまあ、作って、最終的には合体させるという方向かな。うん。はい。で、名古屋で商業ハブが終わった。
てか、大艦隊も作れるのか。大艦隊作ってったら半端ないことになるけど、まあ、まあ、ロジスティ、あ、フェスだな。フェスの方がいいや。フェスの方がいいですね。艦隊。うん。うん。まあまあ、いいでしょ。まだまとめなくても。で、はい。これで生産終わりですね。相変わらずダメだね。カーブのユニット邪魔すぎでしょ。カーブで邪魔してるとしか思えないな。うん。あ、わかった。じゃあもう海渡っていくしかないのか。あ、海ってか、まあ、湖ね。湖渡ってくしかないですね。こうなったら。カーブが邪魔で前で出ない。はい。じゃあ、あとは。出て。あと、ま、ゲドノスを。防壁壊しちゃいますか。多分、これで防壁壊れるんじゃないかな。防壁さえ壊れてしまえば。反撃能力がなくなるんでね。はい。オッケー。潰れたかな？防壁。潰れましたね。よしよし。オッケー。いや。で、あと、まあ、一応固まるとやることないから撃っとくか。はい。撃ち込みますと。近接がいないから誰も、都市占領できないんだよな。はい。で、片パンもレベルアップに出しましたね。よし。完全に終わったな。ああ。完全に終わった。敵は沈黙しましたね、完全に。よし。はい。それでは、ターン終了しますか。我々を奮い立たせ。はい。212ターン目になりました。ちょうど、二つとも、ツリーが終わったね。はい、それでは、こいつか。はい。やることないので、作ってた石膏ですね。そして、うん。攻撃賞出しますか。ゴールド収入が上がるとこ。はい、福岡。で、まあ、この辺に鉱山を作っておくか。ほい。で、生産の前に、いや、まだあったか。はい、ここですね。よし、これで、あと何ターン ?9 ターンか。それでも結構かかるな、まだ。はい。じゃあ、次行きますか。化学論理が終わったので、一応、プランテーションの食料プラス1っていうどうしようもないものを取りましたと。あ、あと、研究協定か。研究協定行くか。研究協定、あ、無理だね。研究協定行けないの。誰か。ギルガメとかはいけない？あ、ギルガメはいけますね、もう。研究協定か。うわぁ、めんどくさいなぁ、これ全部。弾道学。まあいいや、これ行くか。はい。で、研究させておいて、で、そうすると、ああ、そうね。これ、ブーストするつもり一切ないんで。いいか、これで。弾道学もきついな。公平によって建設された要塞でしょ？そんな作る必要性ないもんね。
行為戦術はまあ、射石を二つできるんで、これはいけるけどね。あと、軍事学もな、欲しいな。軍事学ないと士官学校が作れないんだよね。まあでも経済学ですね。航空技術とどっちかな、どっちかなって感じだけど。航空技術、先行くかな。経済学で、待ってよ。アピールが最高の健康部区域を所有する。へぇー。アピールが最高の健康部区域。あ、あるな。アピールが最高の、いや、ないか。ないな。アピールが最高の健康部区域なんて。そんなのも作ってもしょうがないしね。そうね。作ろうと思えば作れる。作ろうと思えば、無理くり作れなくもない。作れなくもないけど、そこまでして自然保護のブーストをする必要性あるんでしょうか？いや、ないみたいなね。半語だよね。いや、ないみたいな感じだね。いや、ないよね。だってこれ、自然主義者でしょ？自然主義者ってちょっときな臭いユニットをもらえるだけなんだよね。またこの自然主義者が、どうでもいいですけど、信仰力で変えるってところがまだミソだよね、これね。またこれがね、お金とかじゃないところがミソなんだね。いい線いってるよね、このゲーム。信仰力で変えるっていうところがね、また、深いですね。意味合いが。はい。まあ、それはともかくとして、無線通信を研究するは絶対間に合わない。絶対間に合わないでしょう。国立公園建設。無理。無理。野戦法。野戦法どうせ一旦なんだけどな。まあまあでも一旦でもな、早く進めた方がいいしな。わかった。じゃあ、社会制度はもう、マスゴミは、もう、ブーストする方法ないんで、このまま行きます。で、まあ、イデオロギーって、そうね、政府な。共産主義しかないのか、今回。ああ。でも、士官学校3つ作れば、全体主義でいるじゃん。やったね。いやあ、民主主義ね。まあ普通にやったら民主主義どっちにしても一番難しいんですよね、ブーストするのが。下水道4つっていらないんだよな。工場3つはね、一番満たしやすい。はっきり言って。まあ士官学校3つはまあ微妙だけど、そう、工場3つは作るもんね、普通に。どの文明でも。共産主義か。共産主義強いけどね。政策強いけどね。5年計画とかむっちゃ強いもんね。週3かは、まあ、いやでもな。まあね。まあね。そうね、5年計画ガチなんだよな。5カ年計画行くか。まあそうですね。そのルートで行きますか。はい。とすると、科学は、そうね。公衆衛生、半分止めして、いや、あったらビッグベン行くか。ビッグベンでも作る場所ある？なくね？ビッグベン。作る場所。あ、ここか。でもなーい。いじりないと無理だよな。
そうだったら。ビッグベン解禁しても、どうせ、すぐに作れないんで、困ったなって感じですね。でもビッグベンかな。うん。いやー、迷うなー、これ。これ迷うなー。迷うなー。航空技術先行って文化力と観光力変換してもいいよねー。それでもいいなー。文化による勝利近くなるなー。よし、わかった。どうせビッグベンは、解禁したところですぐ作れないし、証券取引所とかいらないもんね。証券取引所いらない。政策的にもなかったはず。あ、資本主義か。資本主義。あ、でも資本主義いらないよね、確か。国家間のだもんね。そう、これいらないよね。いらないね。資本主義いらねえわ。資本主義いらねえわとかっていう。このなんか、セリフがなんか、ここだけ切り取るとやばいよね。資本主義いらねえわっていう。ここのセリフだけ切り取るとなんかいろんな意味でやばい気がしますが。はい。まあ、でも資本主義はいりません。はい。はい。今回は時間がそうそうですね。ここで終わりにしたいと思います。はい。ちょっといろいろと悩みましたが、引き続きですね、次回以降続けていきたいと思います。はい。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。